どうも、グッピーこずえです。皆さん、暑いですね。今日はもうこんな日はもう絶対ビール飲もうって感じなんですけれども、今日はですね、100均の材料でおつまみを、おしゃれなおつまみを作りたいと思います。100均で購入してきたものは、じゃじゃーん、ベジポテト、ブルボンのベジポテトです。そしてこちら、枝豆のふりかけ。これめっちゃ変わってるでしょ、枝豆のふりかけ。こちらスーパーで買ってきました。フィラデルフィア、言いにくい、フィラデルフィアのクリームチーズ買ってきました。まずこれがどんな味かっていうのをちょっと確かめんことには分かんないですよね。チーズと合うかな、ちょっとやってみます。枝豆みたいなのが入ってます。枝豆のお菓子を砕いた味みたいな。絶対これ合うやん。めっちゃ、もっと枝豆入れよう。できました。これ開け方が変わってます。ここ押して引き上げるっていう、めっちゃ便利やん。割れてるのをちょっと味見したいと思います。この間にトマトの味がします。ポテトチップスにこのディップを乗せていきたいと思います。あ、割れた。事件や。優しく女性を扱うように、皆さんやってください。とりあえず3つ作りたいと思う。なんかお皿を冷やしてもよかったかも。トマトがあったなんて、ちょっと切って乗せてみました。ここにオリーブオイルを垂らしていきたいと思います。来ました。ということで、いっぱい飲みながら食べてみたいと思います。ではいただきます。今日は淡麗グリーンラベル。これ嵐が沈殿してるから、あ、ちょっと降りすぎた。ちょっと冷やしました、IKEA のコップ。では乾杯。美味しい。食べてみます。まず下のポテトチップスのこのベジトマトっていうのがめっちゃクリームチーズに合う。美味しい。ワインにも絶対合うと思う。でもさ、もし一人暮らしの女の人の家行ってこのおつまみ出てきたら、ちょっとこいつできる女やなってなりますよね、絶対。ぜひ皆さん作ってみてください。じゃあねー。